ドクター鎌田のお悩み相談室へようこそ。長野県で長年地域包括ケアに携わっている鎌田実先生は、ただ病気を治すだけではなく、その人らしく生きることを支援され、一人一人の心に寄り添った医療を大切にされています。この相談室では、そんな鎌田先生から人生100年時代と言われている今、健康に幸せに生きていくため、健康に関するお悩みを解決していきます。第3回目は、脳の若さを保って楽しく生きていこうをテーマにお話しいただきます。申し遅れましたが、私アルサーインストラクターの山田理恵と申します。先生、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、最近ぐっすり眠れない、物忘れが多くなった、将来認知症にならないか心配といったお悩みが多く寄せられています。私もそんな一人なのですが、これらのお悩みには何らかの関係があるのでしょうか？ありますよね。ストレスが多いので、脳の働きが、特に前頭葉っていうんですけども、ここのところが疲れているために、イライラして怒りっぽくなる人もいるし、なんかこう記名力障害っていうか、少し記憶が悪くなる、同時に睡眠も交感神経が過緊張になっているために、ちょっと眠れないという方が多くなって、特に女性の方の方が、睡眠薬に依存している人たちが最近多くなっているんじゃないかってデータも出ていて、今日はそんなお話を、腸という、お腹の話、腸内環境を良くすることで睡眠も良くなり、なおかつ認知症の予防にもなるというようなお話を、これから詳しく分かりやすくしていきたいと思います。ありがとうございます、はい、では早速鎌田先生にさらに詳しく脳の若さを保って楽しく生きていく方法を教えていただきましょう。ドクター鎌田のお悩み相談室へようこそ。脳の若さを保って楽しく生きていこう、これは第3回のテーマです。これから お話を展開していきます。アクティブな中年女性は認知症になりにくい、なんかアルスワにかかってる女性みんなアクティブですから、これちょっと嬉しいんじゃないかなと思うんですけども、精神的活動を積極的に行っている女性、スウェーデンのヨーブテボリ大学というところの論文なんですけども、認知症発症リスクが 34% 低いという結果が出てきたんですね。音楽活動でもいいんです、本をが好きでよく読書をする、それでもいいんです。アルツハイマーなんかでいろんなことを学んでいこうとか、新しいことを人に知らせていこうっていうのも、精神的活動を積極的に行っている女性の一人になると思います。頭の中に入れといてください。健康的な生活習慣は認知症を遠ざけるということで、遺伝的リスクも少し認知症関係するんですけども、健康的な生活の方が圧倒的に影響が多いんだということです。この今年の勉強会の中で慢性炎症について、お話をしたことがあります。慢性炎症が、脳の細胞も慢性炎症の一つだということで、動脈硬化もそうだから、がんの引き金も少し慢性炎症が関係している、うつ病の一部も慢性炎症が関係しているっていうふうに言いましたけども、その慢性炎症にならない生活をしておくことが認知症にならないためには特に大事だということで、これはイギリスのエクセター大学で、発表した論文に書かれています。もう一回、健康的な生活っていうのは何かつと、慢性炎症を起こさない生活ですから、野菜をしっかり食べる、350グラム以上野菜を食べようということをお話をしてきました。
もう一つは運動です。運動をすることによって慢性炎症が起きにくくなってきます。だからウォーキングをするとか、今まで、スクワットのお話やかかと落としのお話をしてきました。ああいう運動を丁寧にすることと、野菜を 350g 以上食べると抗酸化力っていうのが、酸化、これが慢性炎症を起こしてるんですね。で、酸化を防いでくれる抗酸化力のある野菜をしっかり食べていただくっていうのが、大切だ。頭の中に入れてください。運動と野菜だ。これが健康的な生活なんだ。軽い運動で、記憶力がアップ。1回4000歩程度の運動でいいって、これはアメリカのオレゴン大学の論文なんですね。脳の短期記憶を司る、海馬って、海の馬って書くんですけれども、ここが記憶の中枢になっていて、ここがの脳細胞の働きが活性化すると記憶力がアップしていくわけです。で、そのためには4000歩ぐらいでいいっていうのはオレゴン大学です。信州大学の論文では、週50分のインターバル速歩、野瀬先生という方が、インターバル速歩と早歩きをして遅歩きをする。僕も早遅歩きということをやって、ただ歩けばいいっていう、1万歩歩いても僕はそれほど効果がない。8000歩ぐらいまでは正比例して少しずつ健康にいい効果が出るんですけども、長くやってると膝に来たり腰に来たりして、あるいは三日坊主になる人もいますよね。どこにも来てないのに膝も腰も来てないんだけど、結局三日坊主でウォーキングは終わっちゃったっていうね。で、大体女性なんかは4000歩から6000歩ぐらいは家事をしたり、スーパーに買い物に行ったりするとかっていうだけでも4000歩から6000歩歩いてるデータが出てきてます。で、あと15分早遅歩きをする、早歩きをするっていうのはこうやりましたよね。あとでちょっとお見せしましょう。歩くことがとても大事だということです。恥ずかしい写真を出しました。お腹だダブダブですね。今から8年ぐらい前です。80キロあった時です。今だいたい 72.5 ぐらい、72から73キロぐらいの間を行ったり来たりしています。 BMI っていうボディマスインデックスっていう、体重を身長で割ってもう一回身長で割るんですけども、ご自分でやってみてください。18.5 から25が正常って言われてるんですけども、長生きしてるのはむしろ20ぐらいから27、BMI がだから25をちょっと越しても長生きをしているってデータがある。むしろ短命になってるのは20をかこう下がっていく。 18.5 ぐらいまではいいんですけども、 18.5 からさらに下がり出すとかなり筋肉がなくなって、中年になって骨粗鬆症が起きたり筋肉がなくなってくるために、今度は筋肉がないために腰痛が起きたり、するようになります。蒲田の健康法は95歳になっても90歳の壁をピンピンひらりと越えて日帰り温泉に行けたり、レストランに行っておいしいものを90歳を越してでも行ける、あるいは芝居見物には行ける、コンサートに行ける、そのためには筋肉だっていう、体型がよく太っていればいいっていうわけではなくて、体脂肪が多ければやはりメタボと同じ問題を起こしてきます。お悩み相談の中にこの頃なんとなく認知機能が低下したんじゃないかとか、物覚えが悪くなったっていう声をたくさん聞かせていただきました。そうなんですよ。高齢者だけではなくて、働き盛りの方が今までは2つの仕事を普通にやれたのに、なんか2つの仕事を並行してやるとなんかちょっと忘れ物をしちゃったり、ミステイクをしてしまったりっていうことが多くなった。やっぱコロナで7波から8波ってこういくつもの波をの間にかなりのストレスが来ていて、
どうも前頭葉が疲れてきてるだと、それが起きると、まあ、イライラが起きて、今まで穏やかに話せたのに、ムーッとして何やってんだっていうような話になってしまう。それは前頭葉が人間の心をこう司っているんですね。記憶も司っているんですけれども、そこはみんな今疲れてるんです。でその疲れを取るのに、運動がいい、軽い運動で記憶力がアップ、10分間の運動でいい、これはカリフォルニア大学の論文です。これならなんか私でもできると思いません？なんとなく今まで何度も、運動にも失敗した、ウォーキングにも失敗した、ダイエットに失敗した、もう失敗した、いろんな方いると思うんだけど、なんか10分だったらやれるんじゃないかなって感じです。それで十分海馬の記憶力がアップしてくる。でスクワットとかかと落とし、この絵が描いて、写真の絵がありますよね。前回もやりましたけども、こういうのに捕まってこうかかと落としをする。この前、去年2022年の11月9日に、羽鳥慎一さんの、モーニングショーに出て、やったんですよ、こういう。だから羽鳥さんは、僕がこういうワイドスカートを やりだしたら、先生何歳ですかって言われて、いや、74歳という。とかっていうふうに、みんなから言われました。体を動かすことって、羽鳥さんの番組ではズボラ筋トレっていう本を取り上げたんですね。女性なんかはこの頃コロナ禍で握力が低下して、ペットボトルがこう開けられない女性とか、瓶詰め買ったんだけど、なかなか瓶詰めが開けられない女性なんかが出だしていて、グーパー運動という運動をしたり、ペットボトルを持ってこういう運動をしたりっていうのを、テレビ朝日のスタジオで、やりました。運動っていうのがとても大事だってちょっと思って、やってみようと思ったら、ちょっとズボラ筋トレレシピ20個、簡単なこう運動やスクワットが書かれてますから、それでやっていただけるといいなと思います。それからね、健脳ドリルって、大丈夫と思っててもね、1日5分から10分で大体済むんです。101日分1冊で、好評で第4巻まで、発売をされて、認知症とを防ぐためにはどうしたらいいかってことが、ちょっと16ページぐらい蒲田理論が書かれています。で同時にちょっと1日5分、間違い探しをしたり、いろんな複雑な問題が、簡単なものから難しい問題まであります。2022年の2月には、徹子の部屋で黒柳徹子さんに、コグニサイズっていうのをしていただきました。コグニサイズは、この絵で見えると、足踏みをするんですね。1、2、3、4、5の倍数で、5って言わないで、一人しりとりをする。5の倍数だけ、5と10と15のところで一人しりとりをする。いきます。1、2、3、4、ゴリラ、6、7、8、9、ラッキョウ、11、12、13、14、馬というふうに、一人でずっと言って、これはね、間違える時の方が、頭がマグマグする時が脳を活性化するっていうふうに言われてるんです。 MCI という認知症の一歩手前の段階を、軽度認知障害っていうんですけども、それになった人の半分は正常になるって言われて、ですからコグニサイズっていうのをちょっと覚えていただく、やっていただくといいです。お孫さんなんかとやったりすると、お孫さんの方が早く覚えていますよね。でこっちは孫に負けてられないっつって一生懸命やってる時に、頭がマゴマゴするので活性化していきます。
とても 大事なことです。コグニサイズっていうことがあるんだっていうのを覚えておいてください。社会的フレイルという、フレイルというのは3つあるっていう話をしてきました。一番大事なのは筋肉のフレイルです。90を越しても芝居見物に行けるかどうかっていうのは最後は筋肉なんですよね。だから筋肉は大事だっていうお話をしてきました。2番目は口腔フレイルって口の虚弱になる。だから歌を歌うとかおしゃべりをする大事なことですよね。から、このアルスラの勉強会では、パタカラ運動というのもやりました。羽鳥さんのスタジオでも先生どういうのがあるんですかって言うんで、パタカラ運動って言ったらもうスタジオ中コメンテーターもみんながパタカラ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 って言って大盛り上がりだし、明るくなりますよ、みんなで やるとね。でもう三つ目のフレイルは社会的フレイル。社会参加が少なくなるとアミロイド β というのが、上がってき脳細胞にくっついてしまう。で、認知機能が低下する。これはハーバード大学の論文なんですね。八角類子というものは抗酸化力があって、抗炎症化作用もあって、海馬のアミロイド β の蓄積抑制があるということで、八角類子は、認知症を少し起こさないようにしてくれる効果がある。同時にでもやっぱり運動すること、それから口を使ってパタカラ運動をすること、それから社会的参加をして、アルソアの仲間はやっぱり参加をしてみんなで集まって勉強会をしていく、こういうのも社会的参加になってきますから、アミロイド β の蓄積を防いでくれると思います。大腸がん患者が生き抜くためにっていう、で、大腸がんになった時にいろいろなんかこれもいいあれもいいって言われるかもしれないですけども、このアメリカの学会で発表したものなんですけども、一番大腸がんの患者が再発をせずに生き抜いたのは何が死亡率を低下してるかって言ったら、1日20分程度のウォーキング。さっきは認知症の予防には10分ぐらいでもいいからウォーキングをしたり体を筋トレをしたりすると、認知機能の低下を防げるって言いました。がんの予防も体を動かすことなんですね。だから体を動かすことっていうのがどうもこのコロナ禍でソーシャルディスタンスというふうに言われるようになってから、まあ、みんななんか億劫になって、デブ症になって、体を動かすのもめんどくさくなって、怖くなって。でも、ますます若い人か、もう中年の働き盛りの人も、それから高齢者も、みんな認知機能の低下が問題になりだしています。まだまだコロナの波が何回か続くとしたら、その間に差が出てきます。だから、僕のこの勉強会で学んだことをちゃんとやってる人はコロナに打ち勝った後ピンピン元気でコンサートに行ったり芝居見物に行けれる体を維持することができるんだと思います。がんの人もウォーキングが大事だということです。先ほど八角類子のお話をしました。抗酸化とか抗炎症作用があるんだ。それからアミロイド β を少し下げてくれるんだ。血液の循環を良くするのはオメガ3って、これはもう有名ですよね。エゴマ油だとか、あるいは青ビカリの魚の油、DHA とか EPA とかっていうふうに言われています。オメガ3の中にはアスタキサンチンとか八角類子も入っていて、これはこう全体がこう、脳の機能も守ってくれたり、血液の流れも良くしてくれたりということで、こういうものはいいものがあるんだということだけ知っておいていただければいいかなというふうに思います。MCI って先ほどお話をしました。軽度認知障害、認知症の前段階ですね。
あるいは認知症と MCI 両方に何が効くかっていうと、レジスタント運動、それから有酸素運動、代表はウォーキングですよね。抗菌、要するにこうなんか抵抗するものにレジスタンスをするような運動、筋活です。これ両方した方がいいってことです。今までウォーキングの話をしました。昨年の11月に蒲田式奇跡のウォーキングっていう本が出ました。僕の歩き方はたった3分でもいいから早歩きと、ちょっとやってみますか。幅広っていうのが大事なんですね。幅広歩行をして1分30秒ピッチ歩行、ちょっと競歩のように少し足の回転数を上げます。それから30秒腹式呼吸。女性は腹式呼吸はちょっと苦手です。お腹をと息を吸いながら膨らましていく。横隔膜の下に副交感神経っていうのがあって、これが肺が上下に動くことに、お腹をぐーっと膨らまして息を吸って、このぐーっとお腹をへっこまして息を吐いていく、吐いていくときにこの肺の下の横隔膜が動くんですね。横隔膜が動くと、そこには副交感神経が密集しているので、僕たちは今こう交感神経が、いや戦う神経です。ストレスが多くて、コロナ前からでも日本はなかなか生きづらい国になりだしているので、交感神経優位の人たちが多かった。その上にコロナが加わったので、みんなちょっとストレス過多になってます。だから副交感神経を刺激することはとっても大事だ。ストレッチもいいですよね。女性はヨガやる方もおられると思う。ヨガももちろんいいです。僕のウォーキングは30秒でも副交感神経を刺激する腹式呼吸というのを30秒やって、それをもう一回最後の1分をまた、歩き。で、なぜこの大股歩きに、こだわっているかというと、女性は年を取るとともに歩幅が狭くなるっていうデータがあるんです。で、歩幅がこう狭くなる人と歩幅がしっかりと取れる人とグループで経過を見ていくと、なんとですね、5.8 倍も、認知症になるリスクが、歩幅が狭くなった人の方が多い。だから歩く歩数じゃないんですよ。なんかみんな歩数頑張んなくちゃと思うけど、歩数じゃないんですよ。今生活している4000歩から6000歩普通に歩いている時にちょっと多めに歩けばいいんだけど、たった3分でも、あるいはできたら15分、早遅歩きをして、その時に早歩きの時にしっかり大股に歩くということをすることによって、認知機能の低下を防ぐことができます。お悩み相談の中に、そのこの頃ちょっと頭の働きが少し遅くなったんじゃないかって心配と、もう一つはよく眠れないから朝早く逆に起きてしまうと、はい、ね、さっと眠れるんだけども朝早く起きて、起きたら、ね、なかなか次に、以前だったら睡眠力というのがあって、またバタッと布団の中に入りさえすれば眠れたのに、なかなかね、2回目は寝つけなくなった。中途覚醒っていう、あるいは早朝覚醒っていう、なかなか人によってはもう入眠障害って、睡眠のところにもうなんか1時間ぐらいジタバタしないと寝つけにられない。特に女の人の方が睡眠薬に頼る人がそれほど重症じゃないんです。本人も自分での重い不眠症があるとは思ってないんだけど、一回お薬を軽く言ったら先生が出してくれたら、薬飲むと楽なもんで、ついついお薬に頼ってしまうっていう方が結構、
おります。で、睡眠の質が悪い中年は認知症に関係するんじゃないかというデータが出ております。カリフォルニア大学のバークレー校というところの論文なんですけども、不眠症の人の方が問題が起きやすい、からいびきが50代から60代で書く人も問題、それから睡眠時無呼吸症候群 SAS という SAS と言われて、これはですね、難治性の高血圧、高血圧のある人でなかなか薬を2種類とか使ってもコントロールしにくい人や、いやなんか急に不整脈が出だしたっていうような人も、ずっと調べていくと睡眠時無呼吸症候群が睡眠の中でこう突然20秒ぐらい呼吸が止まってしまってる、すると負担がかかるために血圧が上がったり不整脈が起きたりしやすくなるんですね。だから睡眠は眠れたらいいっていうわけじゃなくて、睡眠の質がいいかどうか、からやっぱりできたらその肌の健康美容のためにも、やはりこれからちょっとデータを出しますけど、密接にいい睡眠の方が体重、寝るだけダイエットってなって、いい睡眠、深い睡眠を朝方すると、コルチゾールっていうホルモンが出て、代謝をして促進してくれるんですね。で、太らないで、睡眠の前半の時がいい睡眠が、ちゃんと深い睡眠ができてると、成長ホルモンが出て、若い時はそれで成長していくんですけども、ある程度年が止まると成長は止まるわけですけど、成長ホルモンがやっぱり出るんです。出ると何がいいかというと、お肌がきれいになるって言われてるんですね。美容のホルモンっていうふうに、言われています。僕はですね、睡眠の質が悪い中年は認知症になりやすいって先ほど言いましたけども、僕自身がですね、やっぱりなんかね、悪いサイクルにはまってしまった時期があったんです。イラクの難民キャンプへ行く、時差がね、大体7時間から8時間で、ウクライナのキーフへ行って、チェルノブイリ原子力発電所の大爆発を1986年4月26日爆発をしました。そこもウクライナなんです。で、そこに僕はこう何度も何度も通って、放射能の汚染地域の子どもたちを助ける活動っていうのは、石田を100何回か出して約14億円のお金を集めて、アルソワにもたくさんの協力をしていただきました。時差が8時間から7時間と帰ってきて、1週間から10日向こう行くんですけども、仕事が一回止まっていきますから、帰ってくるとものすごい仕事の山になってですね、時差があって寝つけない、仕事の山が抱えている。結局ね、睡眠薬頼りになってしまったんですね。で、そこから離脱しました。完全に睡眠薬がいらなくなりました。で、どうやって僕が睡眠薬から離脱できたかっていうと、睡眠薬飲んでない方にとっては関係ない話ですけども、睡眠をいい睡眠にするためにどうしたらいいかっていうふうに、ちょっと聞いていただければと思います。体内時計を整えるっていうことがとっても大事なんです。で、大体 24.5 時間、人によって25時間体内時計のこう1回転、地球は1回転は24時間ですよね。だから必ず30分近くは、時差が生じてくるんです。で、朝起きること、起きたら少しから3分でもいいから太陽に当たって、僕は早押す歩きを太陽の下でやります。だから朝ごはんを食べることも、体内時計を整える上では大事だと。ダイエットをしてる人はつい朝を抜くと楽なんですよね。だけど朝はちゃんと少しでもいいから食べないと、代謝できない、筋肉を少しずつ消耗していくから、女の方は1年に
1から 1.2% ずつ筋肉が減少していきます。だからサルコペニアっていう筋肉減少症に70歳80歳になっていくんです。でそのうちに骨も弱くなって、こう腰が曲がって、こういう歩き方をするようになっていくわけです。で筋肉をしっかり保つためにはやっぱり朝しっかり食事をとるっていうことがとっても大事だし、体内時計を整えることになる。それがひいては良い眠り習慣を作ってきます。それから蒲田式早押す歩き、僕は副交感神経を刺激する腹式呼吸っていうのを教えてきました。これが副交感神経優位、眠るためには副交感神経が大事なんです。だから副交感神経を時々刺激をして自律神経を整えておくことがとても大事でした。それから夕食を早く、僕はもう定年退職、74歳で定年退職をしました。だからサラリーマンの方はなかなか夕食早くって難しいと思うんですけど、夕食早くできる人は早く、5時半ぐらいに夕食を食べます。で5時半ぐらいに済ますと結構食べても太らないことが分かってきました。で寝る 1,2 時間前にストレッチと入浴、それから腹式呼吸で副交感神経を優位に、お腹を膨らます呼吸です。それから脳腸相関、前回の、皆さんとの年2回のライブでの勉強会の時に脳腸相関の詳しいお話をしましたよね。脳と腸はつながっているんだっていうこと でいい眠りをするためには腸内環境を良くすること、腸内環境を良くするためには野菜や、発酵したものを食べたらいい。でジオリナ酵素の中には18種類の乳酸菌が含まれています。たくさん多種多様の善玉菌が入ってくると腸内環境は良くなるというふうに言われています。でジオリナ酵素の中に乳酸菌酵素異という IgA という抗体を増加させてくれるんですね。で粘膜の免疫を強化してくれる。粘膜、口の中から細菌やウイルスが入り込んだりするのをこう防いでくれる効果があるということです。で腸内環境を良くするために、発酵したもの、野菜、こういうものを、まあ、僕自身はジオリナ酵素を飲んで、腸内環境をよく改善をして眠り薬から全く離脱できました。これ僕のね熟睡アプリっていうアプリがあってね、自分の睡眠状態を調べられるんですね。上の図はですね、ぐっとグラフが上に上がっている時はちょっと覚醒しているところなんです。で下にぐっと落ち込んでいる時は深い睡眠になっているところです。で波を、睡眠は4時間ぐらいの間にこう波を描いてますよね。で初めの3時間ぐらいに、その、成長ホルモンというのがね、美容のホルモンが出てきます。で、ここの出だしのところで、いい睡眠をとっている女性は、肌がツヤツヤって。で、睡眠の後半です。波がなんかちょっと、少しだけ、夢を見たりなんかしてるときは、ちょっと波が真ん中辺まで行ってるんですよね。深い眠りになると波は下の方へ行きます。朝方です。朝方を見ていくと波がちょっとずつ出ながらだいぶこう下ですよね。そう、痩せるホルモン、コルチゾールっていうのが十分に出てる。で下は僕の睡眠の全体が、左側は美容、向かって左側です。右側は肥満予防っていう、肥満予防は満点で、ちょっと朝方、眠り腹のところが
深い眠りに十分なってないから4点ということで1点減点、美容のところは減点されて、で入床リズムって、ね、あの眠り花がやっぱりちょっといい眠り花ではなかった。でも下の方を見ると浅い睡眠も深い睡眠も満点です。それから右上の端の辺に、起床リズムって、起きる時のリズムも自然体で満点をもらう。で僕が一時期、被災地支援に行ったり、イラクやなあのチェルノブイリの子供を助けに行くことによって自分の時差を克服できずに、頼ってた僕が飲んでた睡眠薬、もう今飲んでないから睡眠薬残ってるんです。でその睡眠薬がこの、画像にで こういう睡眠薬をだいたいこう2種類ぐらい飲んで、するとよく眠れてたんですね。仕事も人より倍ぐらいできてたんだけど、主治医から先生依存になりますよって言われて、で一念発起してさっきの、鎌田がどうやって眠り薬から離脱できたかっていうお話、あれ大事ですから、ちょっと、ね、眠りが浅いなっていう人はぜひあれをきめ細かくやってみてください。世界に貢献する日本人30というのに2年前に選ばれました。右上はチェルノブイリの放射能汚染地域の白血病の子どもです。それから真ん中上はウクライナ支援、ウクライナの子どもたち戦争、プーチンの戦争でとんでもなく大変な状態になって、その子どもたちに遠足に行くお金を出してあげたり、学校に行く運動靴を出して、冬に入る時には何欲しいって言ったらスケートって、ウクライナも寒いところなんですね。で、ポーランドに脱出した。でポーランドも寒いところなんです。で冬のスポーツは結構スケートをやるんですよね。でも避難する、逃げる時にスケート靴なんか誰一人持って、もう当然持ってこない。でポーランドの小学校に通うに、ポーランドの子たちはスケートやってんのに自分たちは見学をしてる。その話を聞いてスケート靴をみんなに買ってあげました。ものすごい嬉しそう、そういう活動を してきました。右下の画像はイラクの難民キャンプの子どもたち、真ん中は、東日本大震災の時、福島第一原発の20キロゾーンに初めてこう入るドクターとして救援に入りました。東日本大震災ではアルソワの方たちにものすごく応援して、鴨先生が行くところだ、何でも応援するよって言われて、アルソワの化粧品がたくさん石巻の、宮城県の石巻の、お風呂、ただで被災者が1年2ヶ月くらい入れるお風呂を、校庭をお借りして2箇所で やりました。その時にアルソワからたくさんの化粧品を寄付をしていただいて、それは被災者にとってみると口紅一つでも塗ることを通してなんか日常を取り戻すというか、なんか元気が出るんですよね。体育館でみんな避難してるんですけどね、そのアルソーの化粧品をもらった人から元気になって、男たちはなんか打ちひしがれていくんですけど、女の人が早く輝き出すって光景を見させてもらいました。一番左側は僕が5つイラクの難民キャンプに病院を作りました、診療所です、その向こうのドクターや看護師さんたちと、まあ、今日記念写真を撮っているところです。こんなことで世界に貢献する日本人30に選ばれて、それから2022年12月には武見賞という、武見太郎というドクターがいて、日本医師会のすごいこうリーダーシップを握った方が
亡くなる前に生存科学って人類が生存していくために貢献した科学的研究者とそれから実践家を武見賞という賞で表彰するということで、僕はその2022年の武見賞に、選ばれました。まあ、人類の生存に少し寄与しているかなっていうふうにも、まあ思っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。先ほどあの精神的な活動をする女性は認知症になりにくいっていうのをお話しましたけど、佐賀で僕は健康塾って塾生が今1100人いて、で佐賀ではいや運動をみんな教えてるんですけど、本も読もうよねって、街角ライブラリー蒲田文庫っていう図書館を、まあ、作られました。1万冊いろんな人が寄付をして蔵書1万冊それに2000冊の絵本、絵本がゆっくり読めるあの素敵な図書館、佐賀に行くことがありましたらぜひ、蒲田文庫にお立ち寄りください。あ、これはその蒲田文庫で僕が行くと時々蒲田おすすめの一押しの小説とか絵本とか、画集とかっていうのを、ミニ講演をしているところです。このおばあちゃん山根のバーってこう里山がこうあって、そのちょっと高台のところ山の根っこのところにお家がちょっと高台に村の人たちより少し高いところ、とにかく優しい人で、戦後物がない時に自分がもち米を手に入れたりすると餅をついて、ちょっと高台だったのでなんか物干し竿っていうの、今若い人は知らないかもしれないです。物干し竿の先に黄色いハンカチを翻すとなんかおやつができたとかご飯ができたとかお餅がついたぞとかっていう印で、みんなそのすきとかくわを置いておばあちゃんとこ行ってお呼ばれをする、そうみんなに愛されてました。このおばあちゃんが、脳卒中で僕は往診をしに行ったんですけど、面白いばあちゃんで、僕が行くと娘が介護してたんですけど、娘に先生が来たんだからお茶入れなさいお茶入れなさいお茶入れちゃいけないんですよね。で僕たちもお茶飲んじゃいけないんです。でそれはご迷惑になるから、でだけどおばあちゃんは、お茶お茶って言うんですね。でもう何度言っても、まあ、僕は一回だけやばおばあちゃんはルールだからお茶入れないでって言ったんだけど、もうそれでもおばあちゃんは娘に、僕には言わないんだけど娘にお茶入れなさい、娘はサジを投げて、まあ、先生もうお茶入れるからちょっとだけ一口だけ飲んでってあげてよって言われて、分かった分かったっつって、じゃあお茶菓子には手を出さないようにするからね、お茶だけじゃあ入れたら飲むよっつって、で隣診察が終わると襖の向こうにお茶を入れてくださって、でばあちゃんちょっとお茶いただくわっつって隣の部屋行って、でお茶を一杯飲ましてもらって、でまたおばあちゃんの枕元に来て耳元で、ばあちゃんうまかったって言ったら、牛負けたかねって言うんですね。初めなんか僕はこのばあちゃん頭のいい人で認知症はないと思ったら、ばあちゃんはダジャレですけども、僕は馬勝ったって言ったので、牛ばあちゃんはその全部反対で牛負けたかねって、まあ、とんちの効いてるおばあちゃんだったんですね。でそのおばあちゃんがさらに再発をして臨終の場面を迎えます。
もう村の人たちに挨拶してたから、親戚も村の人たちみんな来てて、僕が人をかき分けるようにしてばあちゃんの親切に、ばあちゃんの枕元でこう肩を揺するようにして、ばあちゃんばあちゃん、蒲田が来ましたよ、蒲田が。したらパッと目を開けて、僕だって分かったんですね。この娘を探すんですよ。僕のちょうど反対側に娘さん、東京から来た娘と長女のおばあちゃんの介護をずっとしてた娘さん2人が僕の目の前に、おばあちゃんこう首を娘の方に向けて、娘だって分かった。なんか臨終の最後の感動的なことをテレビのがよもの、テレビのように言うのかなって、ありがとうって、お前のおかげでいい人生だったよなんて言うのかなって僕思ってたら、ばあちゃんが娘に向かって、先生にビールやってくれって言うんですね。僕はずっこけてしまって、もっとばあちゃん違うだろう、最後に娘に感謝しろとかと思ったんですけど、違うと思って僕はなんか笑い出してしまったんですね。僕の周りにいた村のおじさんたちもみんな笑い出して、泣きながらばあちゃんの臨終に立ち会ってた娘たちもなんか僕たちにつられて笑い出して、みんながこうばあちゃんを囲んで大笑いになったところで、僕の後ろにいた村のおじさんが、いやさすがに山根のばあだな、いつもこうやって人のことを気遣ってくれるんだ、最後の最後も人のことを気にしてる、さすがに山根のばあだ。村のおじさんがそれを言った瞬間ですよ、僕たちに引っ張り込まれて笑ってしまってた娘二人が号泣だったんですよね。うわーって泣き出して嬉しかったと思うんです。お葬式の時にどんなに立派な弔辞を読んでもらうよりも、おばあちゃんはまだ最後に息をしている時に、さすがに山根のばあだって言ってもらったことは娘たちにとっても誇りだった。人間が最後やっぱり亡くなるんですよね。その時に丁寧にしっかり人のために生きた人はいい最後を迎えます。見事な最後を迎えます。僕たちはこのアルツハイマーの勉強会で体と心の健康をどう保ったらいいかということを勉強してきました。同時にでも少し優しくなろうよね、人に親切になろうよねってことも勉強をしてきました。人に親切になることは回り回って結局自分の体や健康を守ってくれるということにつながるんではないかなというふうに、思っております。絆という言葉とても大切なのかな、つながりですね。今日はそんなお話で、幕を引きたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。鎌田先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお話を聞いていかがでしたでしょうか。私自身も睡眠や運動の大切さを実感したので、日頃の生活を見直して取り組んでいきます。最後になりますが、先生から今回の総括を一言いただけますか。はい、今回は絆と書きました。アルツハイマーの精神は体、心、肌の健康、まず心の健康を守っていくためにはつながりが大事、アルツハイマーは一つの仲間みたいになっていて、いいことをみんなにこう伝え合えよう、
勉強し合おうっていうようなところありますよね。あの絆は心を守るだけじゃなくて、そのつながりがあることによって体も元気になっていきます。同時に体が元気になってくれば肌の下側にある血管も若返ってきて若々しくなってくるので、肌も時間はかかってもきれいになっていくじゃないか。体と心と肌の健康を守っていくためには絆を大切にしていきたいなというのが今回のまとめです。はい、先生総括の一言ありがとうございます。私も人と人とのこのつながりを大切に、絆を大切にして、心と体と肌の健康を大切にしていきたいと思います。鎌田先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。